はい、どうもです。最近巷でスプラトゥーン3がもうそろ出るのではないかという噂が立っているので、僕もちょっとそれについて考えていきたいなと思うんですけども、スプラトゥーン3出るとしても先に多分体験版が出ると思うんですよ。なのですぐポンって発表されることはないと思います。何かイベントがあった時に、その時のなんかついでっていうとなんか失礼なんですけど、まあおまけでこういう要素もありますよっていうニュースを毎回やってくれるんですけども、前回 E3 か何かの発表でスプラトゥーンは全くなくて、もうフェスも終わっちゃったし、スプラトゥーンってアップデモもなくなってしまったので、まあ、何かしらあるだろうと思ってたのが、まあ、結局なかったということで、アップデモなし、スプラトゥーン3発表もなし、もうないんじゃないかって、でみんななったと思うんですけど、その時ね、まだね、動物の森の制作を任天堂さんしてたらしくて、全然取り組んでなかったみたいです。スプラトゥーン3の制作はやってなかったみたいです。これはですね、任天堂さんのスプラトゥーンのディレクターの方が、7月のインタビュー、任天堂さんが出してるそのインタビューの記事をね、俺見たことあるんですけど、スプラトゥーン3の開発はまだ行っていないと書いてありました。動物の森で忙しいって書いてあったんで、スプラトゥーン3っていうもの自体は、多分やってくれるんじゃないかなって。まあ、出してくれるんでしょうね、きっと。まあみんな多分今は、ね、他にも面白いゲームいっぱいあるから、いろいろやってるんでしょうけど、スプラトゥーン3になったらきっと、まあ多分最初は手をつけるんじゃないかなと。やめてしまった方も、このゲーム戻ってやるのではないかなと思います。まあまだ出るのはわからないんですけど、まあ今多分作ってるんでしょうね。もう動物の森がもう3月に出るので、まあそれ終わったら、完全にスプラトゥーン3開発するのではないかなと思うんですけど、でも何があるかわからないから。期待はしてないんだよな。スプラ実況者なのに俺あんま期待してない。ま、出て2年後とかじゃないかな。これ俺のダジャレっていうか、じゃあトンチ聞かせていいですか？スプラ1が出てからスプラトゥーン2が出るまで2年間かかりました。スプラトゥーン2だから2年間。で、スプラトゥーン2は2017年発売されたので、現在2020年、3年間経っております。なので3。もしかしたら、今年、スプラトゥーン3が出るのではないかっていう、トンチを聞かせました。自分で言っといてなんだけど、何言ってんだこいつってなった。さっき制作に2年間って言ってたんですけどね。でも2年は長いか。2020年から2022年の間には絶対出ると思ってる。でも俺のこの予想が当たって2020年には出てほしい。願望。スプラ3出る前にね、体験版が絶対来ると思うので、体験版ですね。あと、新しいハードタイプ。任天堂スイッチライトでは出なかったし、まあ、ライトで今後も出ると思わないので、また新しく任天堂さんが出したハードタイプの新しいゲーム機ではなるんじゃないかなと思うんですけども、今、スイッチ人気だからね、もしかしたらスプラトゥーン3、任天堂スイッチで出るかもしれないね。で、4とか、なんか、スペシャルエディションみたいな、違うバージョンになって新しいハードで出る可能性もあるよね。これスプラと全く関係ないんですけど、任天堂スイッチすごい完成されてると僕思ってるんですよ。で、この任天堂スイッチ、もう街行ってると、まあ飲食店でもそうだし、あと電車の上乗ってる人とか、もうみんなスイッチやるぐらい、まあ、持ち運びもできるし、家でガチでプロコン使ってもできるから、本当に完成されてると、俺はちょっと思ってて。で、まあ新しくなるとしたら、まあ結局 VR とかになってくんじゃないかな。俺スプラとスイッチで出たら、嬉しいな。外でもできるしね。まあ、今話した内容が俺の考えてることなので、まあ、当たるかは全くわかんないんですけど、考察って意外と楽しいね。まあ、自分はこう思うんですけど、皆さんはどう思いますか？コメント待ってます。ではそういうことでご視聴ありがとうございました。